真剣に精神集中してんな。チャオズのこと伝えてけんど、どうしたもんかな。天津飯、いいか？孫か、どうした？そうか。そうか。本当によかった。これでますます試合に集中できんな。あ。タオパイパイと戦うんは、怖えんか？タオパイパイ様は、俺に戦い方を教えてくれた、もう一人の師だからな。だが、今回のことはどうしても許せん。チャオスは、俺をずっと支えてくれたんだ。必ずこの手で。チャオス、少し休憩するとしよう。僕はまだやれる。天さん。しかし。僕、天さんの役に立ちたい。一緒に強くなりたい。やっとるな。鶴仙人様。久しいな、天津飯にチャオズだったか？タオパイパイ様。今日はお前を徹底的に鍛えてやろうと思ってな。こやつに来てもらったのだ。普段ならば金を請求するところだがな、可愛い弟子のためなら仕方ない。ありがとうございます。では、さっさと準備をしろ。私の1分1秒は、お前たちの時間より貴重なのだ。はい。天さん。あのタオパイパイ様が手合わせをしてくれるとはな。殺し屋になるための大きな一歩だ。では、始め！よろしくお願いします。構えだけは一人前だな。さて、遊んでやるとするか。実力のほどを見せてもらおうか。本気で打ち込んでくるがいい。はい。よし、いいぞ。タオパイパイ様が相手でも俺の攻撃は通用している。やるではないか。攻撃の鋭さ、身の守り、足の使い方、どれもかなりのものと言っていいだろう。貴様の技をもっと見せてもらおうか。もっと打ち込んでくるがいい。はい。少し遊ぶか。
大サービスで攻撃をさせてやっているのだ。私をがっかりさせるの。もっと貴様の力を見せてみろ。殺し屋にとって重要なものが何か、それを考え攻めてこい。重要なもの。一瞬の隙を突く俊敏さ、急所を突く技。いや、タオパイパイ様はそんなことを言っているわけではない。では答えは。それを出せるか否かで殺し屋の質がわかるぞ。さて、お前はどっちだ。少し遊ぶか。どういうことだ。あれだけ攻撃したのに手応えが。平然と俺の攻撃が通じていたわけではないのか。0点だな。確かに武道は最低限身についている。だが貴様には決定的に足りていないものがある。優勢に攻めさせてやったのになぜとどめを刺さん。その拳は何だ。人を殺すためにあるのではないのか。しかしタオパイパイ様相手に。甘い。貴様の心は軟弱そのものだ。誰であれ始末する心がないのなら殺し屋にはなれん。よかろう、せっかくの機会だ。わし直々に貴様の心を鍛え直してやる。徹底的にな。クク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 。立て。この程度で終わると思うな。甘い。甘すぎる。貴様には殺気が足らん。それではいつまで立っても殺し屋にはなれんぞ。いつまで寝ている。さあ立て。私を殺す気でかかってこい。さもなくは貴様が死ぬぞ。チャオズ、勝手なことをするな。テンさん、もうボロボロ、動けない。ふん、なるほど。貴様が天津飯を甘やかしているのだな。お前がいてはいつまで経ってもこいつは成長できぬ。この私が消しておいてやろう。メロ。ん、チャオズに手を出すな。テンさん。チャオズから離れてください。ほう、一発の殺気を出せるではないか。そうだ、それでいい。だがこの私に殺気を向けた、その報いは受けてもらうぞ。ダダンパー。天山。せいぜい強くなれ。もっとも並大抵の鍛錬では私の息に達することはできんがな。よかった、気がついた。チャオズ、タオパイパイ様は鶴仙人様と一緒に町に降りていった。そうか、全く叶わなかった。俺は
今まで何を。ごめんなさい。どうした？僕が、テンさんの邪魔をしてる。僕がテンさんの足を引っ張ってる。僕は、もうここからいなくなった方がいいかも。タオパイパイ様が言っていたことを気にしているのか。うん。だったらそれは見当違いだ。足を引っ張っているどころか、俺はチャオズに助けられている。でも、僕はテンさんより弱いし、修行の役に立っていない。俺をこうして解放してくれるのはお前だけだ。お前が修行に付き合ってくれているから俺は強くなれる。いなくてはならない存在なんだお前は。俺がタオパイパイ様にかなわなかったことは関係ない。俺が弱かっただけだ。だから気にしないでくれ。ありがとうケンさん。それはこっちのセリフだ。おお、一発の殺気を出せるではないか。そうだ、それでいい。殺し屋には殺気が必要。それはその通りだ。俺は殺し屋になるために日々修行を重ねてきたんだ。だが、チャオズと共に技を鍛えることに喜びを感じていることも事実。それは殺気を伴うものではない。武道家としての純粋な手応え。俺の夢は殺し屋になることだ。だが、もしチャオズと共に武道家の道を。バカなこと、何を考えているんだ俺は。そんなことは万が一にもありえん。俺は殺し屋になるんだ。テンさん大丈夫？もう十分休んだ。修行しよう。手伝ってくれるな。うん。結局俺は殺し屋にならず武道家の道を選択した。もちろん無天老師様やお前たちがいてくれたおかげだが、俺にとっては、チャオズの存在がとても大きかったのだ。だからこそ、殺し屋の道を歩んでいるタオパイパイ様に、チャオズが倒されたことが悔しくてな。チャオズの仇は、俺の手で必ず取らねば。けどさ、そんなに力まねえでも、おめえの方がタオパイパイよか、ずっと上だ。そんなこと本当はおめえも分かってんだろ。さあな、試合に絶対はないからな。どちらが勝ち残るかは、まだ分からん。なことねえさ。おめえあんな奴に絶対に負けねえ。まさかお前に励まされるとはな。そういうことなら、順当に勝ち進んで、遠慮なく2連覇させてもらうとするか。お、そうはさせねえぞ。今度はオラが勝つ。お前の方こそ初戦でドジを踏むなよ。お前と戦うことを楽しみにしているんだからな。頑張りよ、天津飯。お久しぶりですね、孫悟空さん。ずいぶん大きく成長なされて驚きましたよ。今回も無事に予選を通過したようで、って、あなたには無駄な心配でしたね。お仲間もほとんどの方が本戦に進まれて、いやー、本当にさすがの一言です。ぜひぜひ今回も盛り上げてくださいね。活躍を期待してますよ。おっと、話が長すぎましたね。そろそろ本戦開始ですけど、準備の方は大丈夫でしょうか？なるほど、やる気十分のご様子。では、このままお待ちください。盛り上がっていきましょう！ご来場の皆様、
大変長らくお待たせしました。ただいまより第23回天下一武道会を始めます。第1試合はタオパイパイ選手と前回の優勝者天津飯選手の対決です。では両選手どうぞ。目に物見せてやれ。安心しろ、とりあえず殺しはせん。試合では半殺しにしてやるだけだ。貴様と悟空は私が優勝した後でじっくり料理してやる。それでは第1試合始めてください。おっと、天津飯選手的確に攻撃を決めていきます。覚悟はできているな。天津飯よ、覚えているか。かつて私がお前を鍛えてやったことを。この意味がわかるか。貴様はあの時よりも地獄を見せるか。観客どもの前で惨めな姿をさらすがよい。天津飯選手と戦うタオパイパイ選手は天下一武道会初出場の選手であります。プロフィールなどは不明ですが、風貌を囲ってただ者ではない様子が十分伝わってきます。私個人の予想としては今回も優勝候補の一角と睨んでおりますが、そして結果はどうか楽しみに見ていただきたいと思います。天津飯選手、攻撃に備えてガードしました。タオパイパイ選手の攻撃に備え、天津飯選手ガードの姿勢です。なんという恐ろしい攻撃でしょうか。まさに殺し屋の技です。これはすごい。天津飯選手の怒涛の攻めが決まりました。なるほど、さすがにあれから少しは上達したようだな。だが私の力をこの程度だと思うなよ。私はまだ本気を出しておらんのだからな。だが今のうちに本気を出すことをお勧めします。武道家として全力を出さずに終わったら心残りとなるでしょうから。貴様、何をなめたこと言っている。このタオパイパイ様を侮辱しているのか。いや、そのようなことは。ただ事実を申し上げているだけです。どうやら私を本気で怒らせたいようだな。どうだ、苦しかろう。タオパイパイ様、これがあなたの力なのですか。天津飯選手ガードしました。さあタオパイパイ選手はどう攻めるつもりでしょうか。天津飯選手防御しました。それに対しタオパイパイ選手はどう動くつもりでしょうか。天津飯選手の攻撃がタオパイパイ選手に入りました。ここまでにしましょう。勝負はほぼ決まりました。まさかこんなことが。タオパイパイ様、チャオズにしたことは忘れます。もうやめてください。私はあなたが考えているより強くなりすぎてしまったのです。ふざけるな。私に戦い方を教えてくださったのは鶴仙人様とあなたです。無様な負け方をさせたくありません。退場してください。貴様、この私をコケにするか。反則です。武器の使用は固く禁じられております。この勝負、天津飯選手の勝ち。うるさい、もう試合などどうでもよい。武道家としての誇りもなくしてしまったのですか。偉くなったもんだな。せいぜい補作がいい。その口も今に聞けなくなる。とっておきの兵器スーパードドンパで貴様は死ぬのだからな。
セットしたぞ。これでどんなに逃げようとスーパードドンパがどこまでも追っていく。このサイボーグタオパイパイ様を見くびったのが運の尽きだ。さあやれ、やってみろ。地獄に行ってから後悔せい。スーパードドンパーかー。バカな、そんなバカな。気合だけでスーパードドンパをかき消して。あっ、が。なんだ。数日は目が覚めないでしょう。連れて帰ってください。そして、二度と我々の前に姿を現さないでください。お願いします。この恩知らずめ！貴様、ろくな死に方はせんぞ！やったな！ああ。参ったな。ちょっと強すぎますよね。ええ。大変なハプニングがありましたが、続いて第2試合に行きたいと思います。選手の準備が整い次第始めますので、しばらくお待ちください。